照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対中日ドラゴンズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？やっぱりね、シュートピッチャーというのは苦手でしたね。なるほどね。今日はコントロールに苦しんでいます。球種の割合はご覧の通りです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはアルモンテ。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。タイガースリードで迎える6回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、打ちました。上本アウト、ワンアウト。打席には4番バッタービシエド。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが高橋、そしてドラゴンズが小笠原、この2人の投げ合いとなっています。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は5番高橋。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。ツーストライクです。5球目は何で来るか。あっと強い当たり、弾いた。ボールを拾って二塁を送ります。セカンドホースアウト。打席には6番バッター阿部。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対1タイガースがリードしています。試合を制したのは阪神タイガースです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね。打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物の